どうもこんにちは、平井博明です。今回はですね、アイアンについてやっていきたいと思いますが、アイアンの絶対真似をしないでください、私の感性で打ってますっていうのをやります。アイアンはそもそもどうやって打ってるかですが、ヘッドで打ってますね。ヘッドで打ってるんですけど、上が何番アイアンかちょっと分かんないんですが、僕は4番アイアンからピッチングまでがアイアン入ってます。もちろん全番って打てた方がいいんですけども、なんで全番って打てた方がいいかって言ったら、コースではいきなり何ヤード打ってって言われるような感じです。もちろんラウンドしたことない方なんかは分かんないと思うんですが、ラウンドしたことある方は分かると思います。例えばティーショット打って、はい残り何ヤード打ってくださいっていうようなもんですよね。なんでその距離をすぐ打てないとダメなんです。プラス風、ライ、ピン位置によって打つ距離なんかが変わってきます。なのでその辺をやっぱりコースでさっと対応できないとダメなんで、全番って練習しておいて、何番で何ヤード打ってくださいって言われた時にすぐ打てないと、やっぱコースでの対応というのはなかなか難しくなってくると思います。平井博明のワンナップゴルフ。それでは実際にちょっと打っていきます。一応これ8番アイアンなんですけども、例えば、コースで150ヤード打ってくれって言われたら、今ぐらいの感じ。次に8番アイアンで100ヤード打ってくれって言われたら、ちょうどぴったりぐらいですね、今ぐらいの感じで。8番アイアンで50ヤード、ほぼほぼぴったりですね。でこのように1本のクラブで3つの距離を、まあ、単純に150ヤード100ヤード50ヤードを打ち分けました、こういうことが全番手でできたら面白いですね。コースでめちゃくちゃ通用しますので、1番手っていうか1つのクラブで3球ずつぐらいでいい、50ヤード刻みぐらいでもいいので、マックスの距離、そこから50ヤード50ヤードと引いていって、いろいろ距離を打ち比べることは練習場で遊びとしてやってみるのめちゃくちゃ大事なので、ぜひぜひ練習の一つの課題としてやってみてください。ボールを打つ感覚ですが、伝わるかどうか分かんないんですが、アイアンの感じどんな感じですかね。皆さんこうやって打つのか、こうやって打つのか、横から打つのか、大体この3パターンが多いと思いますが、僕はごめんなさい、全部違うかもしれないですが、一旦潰して歯で食って感じです上からブチューって潰して、潰したのを最後のこのリーディングエッジでこうボールをこうやって引っ掛ける感じ、こうジュッて潰してカツってこうやってここで拾い上げるような感覚があります。これどうなんだろう、伝わるかどうかちょっと分かんないんですが、動きでやるとボールをこうやって潰した後にそのままだと球が上がらないんですよね。なのでこのリーディングエッジのこの歯でこうやって引っ掛けるような感覚で打ってます。実際そうなってるかどうかは別ですよ。ただイメージとして一旦こう潰して、ここでこうやってボールを引っ掛けてあげるような感じがあります。ちなみにヘアウェイバンカーなんかは潰さないで、そのまんまこの歯でボールを引っ掛けてこうピックアップする感じで、ヘアウェイバンカーなんか僕は打ってます。アイアンなんか結構そういう感じがありますかね。あとはドローを打つとき、ドローフック打つときなんかはイメージですよ、イメージ。一旦ボールを持ってポケットに入れてくるって回ってポン、この感じ、
この感じはあります。あのとにかくボールをキャッチして打ちたい、ドローを打ちたいので、いったボールをこうやってキャッチして、イメージと伝わるか分からないですけど、こういう感じ本当にボールのこっち側すべて触るイメージ、ペースで こうやって右手前に入れて、方向で言うと5時に入れて12、6、3、9できますね、時計で5時に入れて、10時まで触るイメージ、こういう感じで打ちます。ちょっと実際打ってみますね。あの感じ、今の感じ、一旦下に入れてくるってやってそのまま出してあげる感じ、あれドローやりますね僕。特にあのショートアイアンなんかは特にやるかもしれないです。そのイメージを持つというのがすごい大事なので、それちょっとやっていただきたいですね。あの自分独自のイメージを持ったもん勝ちなので、イメージを持つと動きやすいんです。ただイメージがないと動けないんですよね、なかなか。なのであのこういう球を打つときはこういうイメージで打ってるというのをやっぱり見つけてもらいたいですね。これすごい大事だと思います。で次にスライス打つのはヘッドからつま先まで全て一緒に動くイメージがあります。あの本当にこういうイメージでスライスを打ちます。あのもちろんイメージとしては右上から左下に振るんですけども、その中でも、ヘッドから、スパイクまでが全て同時に動く、こういう感じのイメージであのスライスフェードを打ちます。ちょっと動いてやってみますね。ドローよりいい球出ましたね。ああいう感じで右上から左下に本当にクラブを動かす動かさない関係なく全部が全部同じ一体の動きを同調させて動くというのがイメージとしてスライスには僕は持ってます。なんでこうどこかがリードしたりとかですね、何かしてとかそういうんじゃなく、全て同時一体でこう動いてあげるイメージっていうのがフェードとスライスには僕は持ってます。あとはどっちが打ちやすいのって言ったら、ロフトがある寝てる方ですねがフックが打ちやすいです。でロフトが立ってる方がスライスが打ちやすいです。なのでその辺は例えば障害物の真後ろにボールが来た時に右と左どっち曲げるのって言ったら、持つ番手によって右から回したり左から回したり変えてみてもいいかもしれないですね。どっちの方が打ちやすいってあればそれをやっていただいた方がいいですが、僕の場合は境界線が7と8の間なんですよ。7番から上がロングアイアンとか長いクラブ、長いアイアンの部類に入って、8番からサンドウェッジまでが短いアイアンっていう2つに分けるとそういう感じなんで、8番までだったら右から回す、7番より上がの距離が残ったら左から回すっていうようなイメージは持ってます。もちろん状況にもよりますけども、単純に分けるとそんな感じですね。あとはいろいろ本当に前の動画でも言ってますけども、練習場っていうのは練習するための場所ですからね。完璧をこう作り上げようとして練習するんじゃなくて、練習したいことを練習する場なので、どんどん失敗を恐れずに練習をした方がいいです。であとは練習の仕方を分ける、あのコースのための練習をするのか、もう練習場の何かドリルとかそういうことをやるための練習なのかをまず打つ前から分けてやるのも大事ですね。あとそうですね、アイアンなんかはほとんどアプローチの感覚に近いです。で打ってる感覚としては今8番で150ヤードぐらいバチバチ打ってましたけども、イメージとしては150ヤードの距離を今8番で打ってましたが、150ヤードのフルショットをするイメージは持ってないです。150ヤードの距離を8番アイアンでアプローチするような感覚で打ってます。バチーンって150ヤード打つんじゃなくて、150ヤードのグリーンに乗せるだけ。
ああいう感じですね。ちょっと8番では大きいですけども、距離的にはそのヤードのクラブでそのターゲットの、まあ、グリーンだったらグリーンに乗せるだけというイメージですね。もうもちろんそのピンを狙ったりするときっていうのはこうどこどこに打ち出してどういう球でっていうのは考えますけども、まあ、ざっとこう打ってるときなんかは単純に150ヤードにアプローチしてる感覚に近いですよね。でドライバーなんかは例えば僕250ヤードの飛距離だったら250ヤードをドライバーでアプローチを打ってる感覚で打ってます。ちょっと余裕を持たせて打ってあげるというのが安定感にもつながりますし、まあ、再現性が高いですよね。常に10割で振る150ヤードと7割8割で振る150ヤードだったら全然安定感っていうのは変わってきますので、その辺も距離を落とすっていうのはすごく怖かったり不安があると思うんですが、安定感を求めているのであればある程度自分のマックスの飛距離から落ちた距離を常に打ち続ける練習なんかも必要だと思います。常にマックスじゃなくですね、余裕を持った距離を打ってあげるのもいいと思います。あとはもう本当に何回も言われたことある方いらっしゃると思うんですが、もうコースでは本当に同じ距離が残らないのと同じ場所から打つことってほとんどないので、いかなる場合にもこう対応して打ってあげることがコースでは大切になります。なんで本当練習場でいろんな球を打ったりとかですね、普段打たないような球を打つ練習なんかも必要じゃないかなと思います。あとアイアンの感覚的な部分っていうのは本当にあのフルスイングもしないし、本当にボールだけきっちり捉えて、まあこうパチンと打ってあげてヘッドを動かしてボールを拾ってあげるイメージですね。こう歯でボールをこう拾い上げるような感覚は持って打ってます。だからこう潰すとか多少こう上から打つんで潰すイメージありますけども、こうブシャーって潰すとかですね、ターフを取るイメージとかですね、なんか余計なことっていうのは僕の中では考えてないですね。アイアンのいい練習なんかはちょっとヘアウェイウッドよりも高いようなティーアップをしてフェースの芯とボールの芯をあまりこうバチンとティーを打つんじゃなくてボールだけクリーンに芯で打ってあげる、こういう練習なんかもアイアンではめちゃくちゃ大事ですね。なんでちょっと練習場でやってみるといいと思います。本当に軽くですけどもアイアンの僕の持ってる感性というかあのイメージをちょっと伝えさせていただきました。では今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。